はい。今日は桑木志保ちゃんのことをお話ししたいと思います。もうあったまきちゃってね。あの、一応本題に入る前に、まあ、いつも言ってるあの、LINE 登録してくれた方にね、あの、スリーパッド撲滅練習法っていう無料レポートを、あの、差し上げてるんですけどもね。まあ、ああの、いきなりボーンと、バンされちゃってね、チャンネルがなくなっちゃったっていうこともあり得るんでね。 あのこっちは良かれと思ってやっていることでもあのダメって相手方が思ったらダメなのでねポンとチャンネルなくなることもあるんでねまあそういう時のために LINE 登録してくださった方には新しくこう復活しましたよっていうお知らせもしたいっていうのとまあお手をわずらわせるっていうことでね無料レポート書いたのでお渡ししてるんですけどねまあパッとに苦しんでる方はあのちょっと基本に書いてねあの見てみてくださいあの概要欄に url 貼ってありますからね、そちらから LINE 登録してみてください。で、本題に入りますけども、あのー、ま、あ最初に言っときますけど、私、別に桑木しほちゃんのファンでも、あの、好みのタイプの女性っていうわけでもないです。正直ね。ぶっちゃけそうなんですよ。だけど、頭に来たね。あの、体型について、あの、ツイッター、 まあ今は X って名前変わりましたけどね。あの、元ツイッターに、あの、体型についてね、あの、アンチの人が書き込みをするっていうのに、もう怒ってるようなことが書いてありましたね。太すぎるとか、ガンダムとか言われて、まあ普通に傷つきますっていう。でも、桑木潮ちゃん、ここで、まあ彼女らしいのは、その後に笑いっていう、U、字が入ってるんですよ。まあ、 そりゃ傷つくよね。本人が一番危機感感じてますってその後に爆笑って書いてあるんですよ。ここが桑木志保ちゃんの人柄だなと思うんですけどね、まああの。まあ正直さっき言ったようにファンでも好みの女性ってわけでもないんだけれどもまあ桑木志保ちゃんがアイドルとかだったらねあのモデルさんとかだったらそれは分かりますよ言いたいことは。あのそりゃあそ,れそれだったら分かるけどプロゴルファーですからね。 あの、アンチの人たち、何求めてるんだろうね。あの、ゴルフが上手くてスタイルのいい人を求めてるのかね。ね、だったら、他の人だけ見てればいいんじゃないのあの、<laughs> 活躍してるのが気に入らないのかね。本当に。まあ、それに、あの、体型をシーズン中に変えたりなんかしたら、もうスイングのバランス崩れちゃってね、ショットに影響しちゃいますから、シーズン中にはそんな、あの、 ねあの、ダイエットしたりとか、アスリートですから、そんな簡単なことできないんですよ。あの、昔、中国のねファン、フォンシャンシャンいましたけどね、彼女、痩せてた時って結果出なかったじゃない。まあ、うまかったけどね、うまかったけど、結果は出なかったですよ。あの、ワウワウで、まあ、おなじみになりました、ラウンドレポーターやってる、片平美月さんね、あの、世界のアマチュアランキング、まあ、 初代のチャンピオン、世界一の、あの、アマチュアチャンピオンの、あの、片平美月さんが、あの、高校の時にね、アメリカに行って、あの、フォンシャンシャンと同じ部屋に行ったらしいんですけど、まあ、引退する前ね、活躍してる時は太ってたでしょ。あの、あの、太ってたのが一番良かったらしいんですよ。スイングで変なとこに上がったりしないで、あの、お肉が邪魔してね、一定のとこに上がるから、あれがいいって。 でわざと太った。で、引退後に、まあ、ご存知の通り、あんなに綺麗になってね、痩せたでしょう、結婚もしてね。すごいよね。だから、あのー、アスリート、ねあの、太ってるから痩せろとかね、あの、そんな簡単じゃないんですよ。でも、悪口書くやつって、ね、なんかたくさん反応が来るようなく、そういう,こう刺激的なことをこう、言ったりね、書き込んだりして、 それで、なんかこう、受けると思ってんだろうね。で、もうそういうので、こう反応するだ、誰かが反応することによったり、こうやってニュースになったりすることで承認欲求が満たされるんだよね。あれ売書いたんだよってね。バカカツの。<laughs> バカカツのね。本当に。まあ、日頃ね、会社とか学校とかわかりませんけど、どんな人が書いたのかさ。 まあ、なんて言うのあの、不平不満があるんだけど、それをネットで、こう、発散してるのかなわかんないけど。その人のことはね、わからないけど。なんで顔を出さないからいいやって思ってるんでしょ、どうせね。顔を堂々と出してやってんだったらね、おおなかなか勇気あるやつだな、と思うけどさ、どうせ出さないでしょ。ねえ。 私もあの練習の風景とかね、あのメディアブルの方なんかでももう思いっきり顔出してやってますけどね。なんかそういう、なんか、あの、やり場のないまあ怒りみたいなエネルギー、どっかで発散したくてそういう書き込みするのかなわかんないけど。まあそれで取り上げられたりすると、また嬉しくなっちゃう、ちょっと、あの、おかしなあの人なのかなと思いますよね。他にやることないんかね あの人間の体って寿命があるじゃない。制限時間があるわけじゃない。200二百0だって、200歳とか生きないじゃない。ねえ。その限られた時間のほんの一瞬、もうほんの数分かわかんないけど、何十秒かわかんないけど、それ使ってわざわざ悪口書いてっていう時間もったいないよね。<laughs> 本当に <laughs>。やることないんかね <laughs>。 ないんだろうね <laughs>。寂しいやつだね。まあ本人に嫌な思いさせてなんか感情を揺さぶってねなんか反論してほしいっていうかまってちゃんなんだろうね。ねそういう書き込みに反応したりこうやってニュースになっちゃうっていうことにこう喜びを感じちゃうっていう変態野郎なんじゃない <laughs> おかしいよね。あの人間的に見てちょっとこう性格のねじ曲がったおかしなやつだよね。はい 自分がそうやってやられたら、結局嫌なんだろうね。あの悪口書かれたり、自分がされたら嫌だろうね。あの、やってるくせにね。まあ悪口書いて自己満足してるのかね。まあ自己満足なんだったら、単なる千ずり野郎だよね。<laughs> まあなんか結婚もできなくてしょうもないやつかね。結婚してても家族から嫌われてるかわいそうなやつかね。 ね、もうかわいそうに、もう本当にね <laughs>。菅沼奈々ちゃんとかにもね、そういうのがあったでしょう。書き込みがあったって言ってたもんね。奈々ちゃんの場合はなんかね、スイングの指導をされたりとかね。プロにスイング指導するバカがいるんですよ。<laughs> お前何様だって。ねあの、プロの,あのコーチとかね。プロゴルファーを教えてるコーチとか。 書き込みでね、スイング指導なんか絶対しないよね。まともな人は。絶対しない。でし、するやつってね、あの、ちょっと上手いぐらいのやつなんだよね。あの、シングルの人で本当にこう、あの、試合に、アマチュアの試合に出て優勝したりとかする上手い人ってそんなこと書き込みしないから。あの、中途半端にちょっと上手いぐらいのやつだね。<laughs> もっと上手いやついっぱいいるからお前に指導されたくないわっていうやつがあのプロにねあのこうやった方がいいとか言ってね書き込みするバカがいるんだよねほんと笑っちゃうんだけどさ何考えてんだろうね暇なんだろうね本当に <laughs> ああそれとか菅沼奈々ちゃんとかにアイドルとか言って調子に乗ってるよとかね勘違いしてるよとかねもっと練習しろとかねそういうこうインスタとか ツイッターとか、ね、もう SNS ばっかりやって練習しろってねあの書き込みしたりとかねあ,あんたの何倍も練習してるから <laughs> 本当だよめちゃくちゃ練習してるからその合間を縫ってあの応援してくだ,くださってる方一人一人に俺は言えないからそれで SNS で俺言ったりしてあの皆さんにね感謝の あの態度を示してるわけだから、ね、もうそれが分かんないんだろうね、はい、相手の気持ちがちょっと分かんない頭のおかしなやつなんだろうけどさねえあのこのチャンネルねいつも見てくださってる方は絶対そんなことしないよねしないと私は信じてますよはいあのこういう大してこうねあの面白い動きのあるね見てて楽しいみたいな映像の ね、さすごく参考になるとかっていうゴルフチャンネルではないけれども <laughs> これこのチャンネル見てくださってる方はね本当にゴルフ好きなあのー、素晴らしい方たちだと思うのでね、はい、そういうことはしないだろうけどねまあねちょっと頭のネジ一本外れてるのかなわ <laughs>、まあ、かんないけどまあそういうやつらがいるっていうことはねでも逆に言えば 逆に言えばだよ。あのー、まあ、動画見てないだろうけどね。あのー、しほちゃんも、ななちゃんも、あのー、ゴルフあんまり興味ない人にも、名前がこう、広がってきてる証拠だと思ってね。あのー、我慢して、えー、やったらいいんじゃないかなとは思います。なぜかっていうと、一番アンチがいるのは、しぶこちゃんだから。ね。 めちゃくちゃアンチがいるでしょ。一番アンチがいるのはぶこちゃんなんだよね。ぶ、は、こ、い、ちゃんの大変さが少しはあの分かってあげられたかなっていう。ね、私の,、ね、あの今勤めてる会社の仲間でもゴルフ全く興味ない人とかにね、この間トートジャパンクラシック見に行ったんだよっていう話をしてもちんぷんかんぷんなわけですよ。まあ、その人に聞いたら ゴルフって知ってる選手って言えば、石川遼と渋子、渋野雛子しか知らないと。あの、ま、あと松山秀樹しか知らないと。昔はなんかあの、岡本綾子とか宮里愛とか知ってるけど、あの、今はね、それぐらいしか知らないと。ゴルフ興味ない人そんな感じなんですよ。でも渋子ちゃん知ってるんで、なんかニュースになると、 なんかそういう暇な人が書き込みしたりするからそういういアンチが一番多いのが渋子ちゃんなんだよね。だからそういったあの普段そんなに見ないけどたまにちょこちょこっとあの女子ゴルフ見る程度の,あのあんなんていうのにわかファンみたいなねゴルフそんなにあの熱心にはあの見,た見たりしないっていう。 人たちにも名前がこう広がってきたっていう証拠だと思ってね、あの、負けないで頑張ってやってほしいなと思います。まあ、あの、私も、まあ、東東行ったりね、まあ、去年三菱にも行ったし、もう、ほんの1メートルぐらいのとこでね、通り過ぎる選手たちを見てますけど、やっぱり桑木志保ちゃんね、あの、人柄も良くて、あの、ファンの方に、こう、挨拶、 司会したりねあの頑張ってとかねナイスバーディーとかねえそ,その時のこうその人たちに対する反応とかね表情とか見てるとやっぱりあのいい子だなと思いますよあの何ていうの愛嬌もあるしね可愛らしいと思いますよ、はい、で菅沼奈々ちゃんはあのまあ本人はねすごくアイドルが大,大好きでね まあそういうアイドルを目指したかったなりたかっただからもうそういうアイドルっぽくあの振る舞ったり、えー、するっていうのはありますけどやっぱり他のあの女子ゴルファープロゴルファーたちとのこう違いっていうのはねあのその振る舞いだけじゃなくてねちょっとした仕草でこで出るわけですよその可愛らしさっていうかね多分ゴルフ全然知らない人に菅沼奈々ちゃんのプレーを見せる じゃないいいでででですすかまあ、テレビでもでも何いいんですけどね見るとえこの子ってプロなのってあのゴルフ知らない人はあのこの選手がどれだけ上手いかっていうのは理解できないからその立ち振る舞いとかあの表情とかまあそういうのを見たらあれこの子あのなんかその辺にいるこう あの女子大生の子みたいなあのそ、そんな感じの振る舞いはするんですよねあの。ガッツポーズの仕方とかね。あの <laughs> わかるかなガッツポーズの仕方が他の子と違うでしょあのちょっとねあの、形が違うんだよね。<laughs> わかるかなわかんないかなあ,のあとは、あのパッと打って、まあ、カップに入るじゃないですか。その時の,あの拾いに行き方。 わ <laughs> かるかなちょっとわかんないだろうな。あのー、パターをね逆に持つんだよね。みんなこう杖みたいにしてポンと、あのー、パターをついて取りに行ったりするでしょ。で最近は少しやらなくなったけど菅沼奈々ちゃんってこうパターを地面につけないで拾うんだよね。あの朔、ー、ちゃんのとこもそうだけどね小岩さくらちゃんもそうだけど。で前はあのー、パターを握り返すんだよね。 ああ、わかるかなちょっとわかんないかな <laughs> はい。まあちょっと、あの、ね、あの、ゴルフ見る方は、菅沼菜々ちゃん映ったら見てください。パターの時ね。パターを持ち帰るんですよ。あの、左手で、普通にパットを打つ持ち方から逆に持つんですよ。それで、パターを、あの、下にぶら下げながら、ちょこちょこちょこって取りに行って、ボールを拾うんですよね。それが、 あのまたあの彼女の可愛らしいところかなと女の子っぽい普通の何かかわ愛らしい女の子っぽい仕草というかねまあなんかこうかっこいいプロゴルファーっていう感じではないところがまたギャップがあってでもあのゴルフしてる時にはものすごい鋭いスイングをしたいっていうそのギャップがファンの方はいいんじゃないかなと私は思います2人ともファンではないんだけど あの人柄とか愛の愛嬌の良さとかねあの可愛らしさっていうのはあるなっていうのはあのファンじゃなくても思いますよ。ね。あのお世辞抜きでね、はいあの。そんなに大ファンっていうわけではないけどこの2人はねあの見ててもしぐさもう近くで見たから分かるんだけど。 そのファンに対するあの仕草とかねそういうのを見るとあの現地で感染したらすぐ分かりますよ本当にねあこの子なんか嫌な感じっていうのはこう外に出ちゃう子とかねあのまあイライラしてる時にはねあのそういう仕草をしてしまったりとかあるじゃないですか人間だからね,それはねうまくいってない時とかありますけどこの2人はそういったのを全く見せない感じでねいいと思いますよこの子たちはね、は。い というわけでねまあ私も腹は立ったけどこうやって喋ったらねもういいやって感じになりましたね <laughs> どうせろくでもないやつなんだからそういう書き込みするやつはねそれとあのしほちゃんも奈々ちゃんもあの有名になってきたんだよっていうのが言いたいなとまあこの動画見てないだろうけどさは、まあねまあ、ファンの方たちがもし見てたらねあそういうふうにあのしほちゃん に、まあ、なんていうの ?SNS とかに書き込みするんだったら、あのー、この、ね、わけのわかんない YouTube やってるおっさんがそういうふうに言ってたよとかね、あのー、<laughs> 言ってもらえれば、はい、そうだと思いますよ。あのー、ファンだったらね、擁護するでしょう。私ファンじゃなくてもね、この子たちは、あのー、そういう書き込みするやつは許せないなと思いますよね。はい。ということで、また明日、今週はね、まあ、あのー、渋子ちゃんが、 ねえまあ最終戦になるか、大逆転して最終戦、ツアーチャンピオンシップ出られるように一発逆転になるかっていう試合とあと、伊藤園レディースがありますからねえその組み合わせとかもあの決まったらお伝えしておこうかなと思っております。ではまた